水古伝水古伝108世一覧表、勘章石勝は、中国の小説で読んだ駅書の一つである、水古伝の登場人物。天勇星の生まれ変わりで、序列は、両山白第五位の高官あだ名は立ち。三国史に登場する関羽の子孫を称し、要望も、関羽同様、夏目のような顔に、見事な髭の持ち主。 特にヒゲは同じくカウニとされる手動と異なり、口、頬、顎の三筋で長細い。また妻子もいるようである。そのあだ名が表すように、先祖同様清流演月等の名手、学問にも励んでおり、標法にも通じている。臨中、古縁シャクラ両山白主力とも互角に渡り合う、作中でも屈指の猛将で両山泊を苦しめた強敵を多数倒した。儀にも厚く、 千山、各四分、探偵計、儀帝国など、敵味方問わず慕う人間は多い。補刀県の巡検だったが、千山の推薦で義兄弟、各四分とともに、都へ召喚され、両山泊に攻められた北京大名府の救援軍を指揮する。干渉は、北京には赴かず、直接両山泊を吸収するという作戦を取る。それを知った、両山泊軍は慌てて、 北京の方囲を解いて両山泊に引き返し、漢将の軍と対峙する。この戦いで漢将は、林中、新明といった、両山泊主力の豪傑たちと互角の戦いを演じ、さらに野衆を仕掛けてきた、敵水軍を二度に渡り撃破、超横、現象七らを捉える先行を挙げるが、かつての官軍、古宴尺の偽投降の策に引っかかり捉えられてしまう。しかし、 そこで、双方の考えと態度に感じ入りそのまま両山泊に入山。そして、続いて攻めてきた元部下の探偵系を一気打ちで捉え、同じく、義帝国を説得して二人を両山泊に引き込んだ。百八8世集結後は、騎兵後故障の筆頭として、官軍との戦い、基準後の各地の反乱軍との戦いでも活躍、両との戦いでは、敵の相対衝骨顔光を、 長清吉らと共に倒し、タトラとの戦いでは、窮地の敵将、唐武氏を内容させることに成功した。放浪との戦いでは、作中でも、最強の敵である赤砲と五角の首都を演じ、またウーロン神、小春の加護と半水の助力を得て妖術使いの帝、兵を打った。また危機に陥った味方の救援部隊として働く、ことも多かった。乱の平定後、 武折将軍大名を不正平馬総監に任ぜられるが、朝練の帰り道に飲酒が原因で落馬し、それが原因で死去した。北曹の時代に同盟の人物が実在しており、立刀の名手であったと言われる。しかし、関羽との関連性はなく双方の反乱にも参加せず、創始によれば、竜與に殺されている。この人物が、水古殿の干渉のモデルと考えられており、 両山泊説話の原型となった書物には、彼の名が多く見受けられる。南宋の大宋千話維持では、洋氏の化石公運搬の仲間の一人として登場。両山泊の36人の名簿には、大東石必勝の名で記されている。また民発に成立した雑劇、双方音サントラ下山の中でも、花江ジョネーらと共に主役を張っているが、他の二人と同じく、 水庫伝とは、かけ離れた情けない感じのする人物として描かれている。ありがとうございます。